ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんにちは、ヘイテンくんです。ヘイテンくんツアー日の丸編ということでね、こちら東京都目黒区中目黒駅からね、元方すぐにありますね、日の丸中目黒店に来てますということでね、前回負けちゃってね、罰ゲーム食らいましたけれども、この回からご覧の方のためにね、簡単に番組の説明をさせていただきます。ヘイテンくんが負けると罰ゲームが待っております。あっつぁーサイコロを振ってご覧の罰ゲームが待っております。1が出るとケツバット、2が出るとゴンパッチン、3が出るとハリセンチョップ、4が出るとスネギロチン、これ痛いね、5が出るとガムテープ、6が出ると青汁、以上となっております。もうやりたくないよ罰ゲームということで、早速行ってみたいと思います。えいえい、入店入店、やってきました日の丸中目黒店。それでは早速店内のデータを見に行きましょう。はい、ねえ、1回入るとまずパチンコフロアがありますね。もちろんね、寝台のパチンコウルトラマン太郎も入っております。まあ日の丸さんですから信頼は間違いなく導入ということで、ね、お、今日はね25日月曜日なんですけど、12時オープンの時差回転ね、短縮営業で気合入っているということでね、デジャオさんの取材でジャグラーを愛してやまない読者ナンバーワン決定戦っていうのをね、なるほど、ジャグラー好きの読者がいっぱい集まってるということなんですけど、俺もジャグラー好きだから打っちゃうか、うん、あ、すみませんね、失礼します。ということで2回ソートフロアやってまいりました。すみませんね、ミリオンゴッド、鉄拳デビルありますね、そしてバジリスク、なるほど、そしてこちらはオフス番長、オフス番長2コーナーもありますね、なるほど。ただね、今日はジャグラーをね、大好き、愛してやまない読者を集めたナンバーワン決定戦をやってるらしいんでね、まあ、そちらの方に、なるほど、これかな、ね、1、あ、こっちか、ごめんね、ビッグ1のレギュラー1、140分の1、まだね、200中1回転しか回ってないね、まだまだ分かんない、うん、まだまだ分かんないよって言ったらね、前代まだまだ分かんないんだけど、まあ、少なからずともいいね、こいつで、こいつで行ってみたいと思います、えいえい。はい、ということでね、こちら2店舗目中目黒店さんで選んだ機種はですね、ニューアイムジャグラー EX でございます。じゃあタイマーねスタートということで、この辺に置いておきますよ、ね、ちょっと邪魔か、あ、じゃあ行こうか、10分だからね、行こう、はい、だねー、勝ちたいよ今日は、今日はというかね、残りは全部勝ちたい、リブレ、お、だね、そう、粘る、はい、残念、追加投手、残念、不動揃わないでやめたか、いやー、こんなどうどうぶどうぶどうラッシュだねー、
リブレリブレはははは、役前なくなっちゃった。追加倒し残念、やばいな。あと4分30秒光れ。どうした、どうしていかないんだろう。あ、150枚目追加倒し、残りが2分40秒マジか。俺もジャグラー好きなんだよ。やばい、うわー、粘る。40秒マジかどうした、200枚目あ、いけ残り30秒追加投資、250枚目だよ。あ、こんなにお前を愛しているんだぞ俺は。あ、残り5秒、あ、間に合った、あ、落ちた胸なんで光んねんだ。あ、胸はい、それでは早速使い切れなかったコイン流したいと思います。えいえい、よいしょ、39枚ありがとうございます。はい、ということで使い切れなかったコイン39枚、胸はい、実践終了胸はい、ということで2店舗目日の丸中目黒店さんでの実践は、ニューアイムジャグラー EX を打ちまして、投資枚数が250枚の使い切れなかったコインが39枚ということでマイナス211枚です。胸ということでね、本当俺はダメっ子だな。あ、いやでもね、やっぱこの短縮営業とか、あとはね各雑誌がね、業界が注目しているお店なんでね、ぜひねこちら日の丸中目黒店さん来ちゃっていただきたいと思います。ということでね、ちょっとだけ宣伝の方させていただきます。4月の20日金曜日、ヘディングはね、またねリベンジにね、うちは頑張ってんだよ、お前もと頑張れよっていうことでね、もう一回ね来ると思いますんでね、ぜひね皆さんも一緒にね楽しんでいただきたいんでね、4月20日ぜひこちら日の丸中目黒店へ来ちゃってください。しょうがないね、負けちゃったんだから運命のサイコロ行ってみたいと思いますいくよ、はい。お、なんかちょっと不思議なアクションが。5番ガムテープ、なんだろう、えいえい、マジっすか、ガムテープってそういうことだったのね。ビシッと言ってください、ガムテープ。お、怖え、よし来い、いいぞ。あっ、だだだ、あっ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 、怪我ないじゃん、ないよ、ほら俺の怪我もうやんないぞ、次回は頑張ります、えいえい